114回県高校新人バスケットボール大会の模様を、女子の決勝に続いて男子の決勝、長野運動公園総合体育館からお送りしていきます。先ほどは残念ながら佐久市の岩村田高校、決勝で敗れてしまったんですが、素晴らしい戦いを見せました。さあこの後の男子の決勝戦にもご注目ください。男子の決勝カードは女子同様、東海第三高校対松本市の松本第一高校の模様をお伝えしていきます。東海第三高校対松本第一高校の模様を解説古越健人さん、そして実況は FM 佐久平前島でお送りしていきます。古越さん、女子についてどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、先ほどの女子の決勝は見事でしたね。素晴らしい試合でした。いや、本当にテンションが上がりっぱなしの試合でしたね。そうですね、ちょっと疲れちゃったっていうぐらいのいい試合でしたね。はい、この男子の決勝もですね、はい、この王者東海第三と、そして中心地区の第一代表松本第一高校、これもですね非常に注目の一戦となりそうですね。そうですね、男子はまた女子とは違う迫力がまたあるんでね、はい。実際に古越さんもですね、この県内の高校バスケットボール活躍されたわけなんですが、はい、東海第三と松本第一というのはこれどんなチームになるんでしょうか。僕の知る限り、はい、東海第三はですね、はい、結構昔からディフェンスが固いチーム、はい、でとにかくパワフルでフィジカルが強い、本当に体力もあって後半に勝てないっていう印象のチームなんですけど、はい、松本第一に関しては僕の時には全く聞いたことがない高校でして、じゃあここ最近力を連れてきた高校ということですね。そうでしょうね、はい、多分。さあ間もなくゲームが始まります。県高校新人バスケ男子の決勝戦、黄色のユニフォーム、金色のユニフォームが松本第一高校、そして白のユニフォーム、胸には東海第三と漢字4文字、コート右から左に攻めるのが東海第三、そして左から右に攻めるのが松本第一高校です。まもなく第一ピリオドがスタートします。東海第三高校は去年について連覇のかかった戦い、この冬にはウィンターカップにも出場予定です。また中心地区の第一代表松本第一高校は第62回大会、2年前の大会では3位に入っています。初優勝をかけた戦いです。さあ第一ピリオド、プレーが始まります。まずはジャンポール、センターサークからのジャンポールでゲームが始まります。男子決勝戦、さあ連覇の東海第三か、そして初優勝をかけた松本第一高校か、注目決勝戦。さあレフリーのホイッスル、センターサークルボールが上がり、まずは松本第一、コート左から右に攻めるのが金色のユニフォーム松本第一高校、守る東海第三高校は白のユニフォームです。激しいディフェンス、東海第三高校、これインサイドには絶対に入れさせないという今ディフェンスでした ね。 そうですね、もう今のでだいぶ印象がついちゃったんじゃないですか、はい、ビビっちゃいますよ。さあそしてですね、東海第三高校6番の林のショット、スリーポイントが決まりました。先制点は東海第三高校です。前半始まって30秒、まずは東海第三高校のスリーポイントで幕を開けた男子の決勝戦。さあ松本第一高校がボールを持ってきます。6番の熊谷から、そして4番の酒井をボールを渡して、そして中井を疑うが、ここでインターセプター東海第三高校、4番の滝田がボールを持ち込みます。お、自ら打つか、外からのツーポイント、これは落ちました。リバウンドは東海、ここでホイッスル、ファールは松本大地。いやー、古越さん、これ東海のリバウンドも強いですね。東海の選手はもうあれですね、180後半の選手が3人もいるんですよね。はい、そしてですね、背番号10番の須崎選手はなんと192センチですね。いや、ちょっと楽しみですね、はい。さあ早い攻めから背番号15番の武田選手の2ポイント、レイアップ気味の2ポイントが決まりました。先制点5対0、東海第三高校がリードしております。さあ松本大地高校の攻めが続きますけども、ここでホイッスル、ファールは東海第三。いや、この東海第三のことディフェンスですけども、何かこう特徴を感じますか。はい、とにかく、はい、プレッシャーをかけてますね、はい、もうちょっとでも背中を向けたりしたら、もうすぐに前を詰めて、はい、もう次のプレーをさせない、はい、なるほど。さあそのディフェンスの間をかいくぐってシュートを決めました松本第一高校、2点を返しています。5対2、松本第一高校の3点を追いかける戦い。さあ東海第三高校、ゴール下細かなパスの回し合いから2ポイントを決めてきました。7対2、その差は5点です。第1ピリオドが始まります。まもなく第1ピリオド2分が経過しようとしています。外からの2ポイント、これは落ちました。リバウンドは東海第三高校です。コート右から左に攻めるのが白のユニフォーム東海第三高校。さあここで5番の石井が持ち込んでボールが落ちました。これはファウルです。5番の子だけ体つきが違いますよ、はい、そうですね、東海第三高校5番は石井選手、189センチのプレイヤーです。
さあボールが入ります。東海第三高校、中へ切り込んできた背番号15番武田選手のレイアップシュートが決まりました。9対2。さあ序盤はここまで東海第三のペースか。やはりここ松本大地としてはまず自分たちの流れをきちっと作っていきたいですね。そうですね、はい、まだ当たりに慣れてないと思うので、まずは積極的に攻めてみて感じることがスタートだと思います。なるほどなるほど。まずこういろんなこう攻めのスタイルを作ってみるというのも一つですよね。はい。さあ東海第三高校の攻めです。外から5番の石井2ポイント、これは落ちた。リバウンドはアウトボバンズ。ちょっとリバウンドの数が多くないと、はい、おそらくリバウンドも勝てないので、うん、なるほど。やはりこの平均身長でも東海第三が大きく上回っているだけに、はい、このあたりしっかりとした攻めを作っていきたいですよね。はい。さあ2ポイント決めてきたのは東海第三高校。第1ピリオド間もなく3分が経過しようとしています。11対2。ここまでは東海第三高校が9点をリードしております。県高校新人バスケットボール大会男子決勝、東海第三高校対松本第一高校。さあ松本第一の攻め、外から3ポイント、これはどうだ、落ちた。リバウンドは東海。7番東海大学笹倉選手がリバウンド。さあ早くも素早い攻めから背番号4番の滝沢が持ち込んでくるが、ここで松本も厳しいディフェンス、松本大地も厳しいディフェンス。ターンオーバー、素早い攻撃。あ、いいドライブだ。さあゴール下ドライブしてゴール下に持ち込むな。ゴール下が強い。そうですね、なかなかこのフリーにさせてくれませんよね。そうですね、もうディフェンスがとにかく素早い。さあ持ち込んで背番号6番の林のシュートですが、これは落ちました。ここでホイッスル、ファールは松本大地高校、フリースロー東海大さんです。ファールじゃないと止められないですね、あそこで持たれたら。そうですね、ゴール下また強いですね東海大さん。さあツースロー、5番の石井、まずは1本目落としました。東海大三高校ここが11対2、9点をリードしています。まもなく前半3分が経過しようとしています。さあ2本目、これは決めてきました。東海大三高校5番の石井、12対2、東海大三高校が10点をリードしています。男子決勝戦第1ピリオド、松本第一高校の攻め、3ポイントやや遠い位置からの3ポイント、これは落ちました。リバウンドは東海、リバウンドは東海。さあそしてターンオーバー、素早い攻め、4番滝沢が持ち込んで自ら持ち込んでレイアップ気味のシュート、これは落ちた。さあここは何としても攻撃につなげていきたい松本第一高校。背番号5番の栗畑がボールを持ち込みます。さあそして中へ切り込むが、やはりこの辺りも東海第三はディフェンスも強いし高いですよね。高いですね。松本大地が今すごい積極的にドライブをしてるんですけど、はい、もうゴール下に待ち構えられているので、ちょっとフィニッシュをちょっと止まってジャンプシュートにした方がいいかもしれないですね。なるほどなるほど。やはりこの切り込むよりはアウトサイドからのスペースを使ったシュートの方が精度が上がるんではないかということですね。体を当てていったら、はい、多分今のフィジカルだと弾かれてしまうので、うん、なるほどなるほど、まあ、そのあたりに活路を見出していきたいのが松本大地ということですね。そうですね、今のところ全部攻め手がドライブしかないので、はい、そうですね。しかしこのドライブで切り込んでいってもやはりこう東海大三の強く高いディフェンス、これをなかなか崩すことができませんからね。さあここで再びボールは東海第三ボールです。前半間もなく4分が経過しようとしています。男子決勝戦ここまでは12対2、東海第三高校が松本第一高校を10ポイントリードしています。さあ東海第三の攻め、さあ7番の笹倉のショットは2ポイント落ちた。これはリバウンドは松本第一。左から右に攻める金色のユニフォームは松本第一高校、4番の酒井が持ち込みます。一度外に出します。3ポイントラインでのパスの回し合い、なかなかインサイドへは切り込めない松本大地高校、苦しい体勢からのレイアップシュート、これは落ちました。東海第三高校、さあ4番の司令塔滝沢がボールを持ち込みます。外からの2ポイント、これも落ちたが、リバウンドは東海。再び東海の攻め、外から背番号15番の武田がボールを持ち込んで2ポイント、これも落ちた落ちた落ちた。リバウンドですね。リバウンドは東海。そしてホイッスルはトラベリングでした。トラベリングですね、バイオレーション。松本大地ボール、まあ、ここに来たの東海もなかなか得点が加算されていきませんね。ちょっとシュートが、そうですね、シュートでも、ね、はい、東海は本当にセレクションが悪くないので、はい、無理なシュートは行ってないので、はい、そこは本当にやっぱり後半は入ってきちゃうと思うんですよね。さあここで再び東海の攻めです。一度武田から外に出す、外からの2ポイント、これを落ちた。これですね、リバウンド強いぞ東海。6番の林英二、
186cm、 2年生プレーヤー東海大さん、林のリバウンド、そしてファールは松本大地、フリースローです。あの身長で3ポイントも打てるからすごい器用な選手ですね。ですね、センターもできる、そして外角からのシュートもできる、やはりこの東海大三高校の選手との厚さというのを感じますね。そうですね、はい、これでまだ2年生ですか、ね、そうですね。さあ2スローです。まずは1本目決めてきました6番の林英二、186cm、 2年生のプレーヤー、13対2、東海大三高校が11点をリードしています。さあ2スロー2つ目です。2つ目、これも決めてきた。やはり東海大三高校、こういったフリースローも確実に得点につなげてきます ね、はい。さあ松本大地高校の攻めになります。14対2、まもなく第1ピリオド5分が経過しようとしています。県高校新人バスケットボール大会男子決勝戦、東海大三高校対松本大地高校、ここまでは14対2、東海大三高校が12ポイントリードしています。第1ピリオドです。松本大地高校の攻め。さあインサイドへのパスコースを探しています。一度外へ出した8番の藤田、なかなか中へ切り込めない。ここで東海も厳しいディフェンスプレッシャー、ここでファールです。もうあれなんですよね、松本大地のインサイドのプレイヤーが、はい、あの中でボールを持たせてもらえないんですよね。全部押し出されちゃってるんで、これ東海のディフェンスはあのマンツーマン、マンツーマンですね、ですね、はい、もう単純に押され負けちゃってますよね。なかなかこのディフェンスのプレッシャーというのもすごいですね。すごいですね、はい。さあ東海ボール一度外に出す、スリーポイントライン付近。さあそして4番のシネがフリーになっている人、自ら持ち込んで、ここでバックパス、華麗なトリッキーなパスを見せました。背番号4番の滝沢ですが、これアウトボバーンズ。第1ピリオド残り4分半、ここまでは14対2、東海大三高校が12点をリードしています。男子決勝戦、連覇のかかる東海大三、そして初優勝をかけて松本大地高校です。東海ボール、ゲームがスタート。背番号15番の竹田がボールをキープ、中をルックアップして、そして自らシュート、2ポイント。体を背回転させての2ポイントシュートでした。思わず古越さんからもうまいの掛け声。16対2リードは14点です。松本第一高校、ここで2点を返してきました。やはりこういった東海第三の攻めがきちっと確立する前に、はい、ファーストブレイク気味の攻めというのはこれ、ね、効果ありそうですね。しっかり守り始めたら本当に崩すところがないんで、はい、今の東海のディフェンス、はい。さあここでまたフリーの選手を作ってしまった。15番の武田がフリーで2ポイント、ゴール正面からの2ポイントが決まりました。16対4です。その差は12点。男子決勝戦、東海大三対松本第一高校、長野運動公園総合体育館からお送りしています。さあここでファーストブレイクは東海大三、早い。武田選手がすごい走りますね。そうですね、この武田選手はですね、身長がそれほどない、188cm ですからね、非常にこう大柄なプレイヤーなんですけども、しかも1年生ですからね。そうですね、スピードがありますよね、はい。さあそしてホイッスル、これはトラベリングですね、バイオレーションです。松本第一ボール、やはりこういった相手のミスに乗じて松本第一としても、そうですね、攻撃につなげていきたい展開ですね。さあゲームが始まります。松本第一ボール、左から右に攻めるのが金色のユニフォームの松本第一高校、初優勝を懸けた戦いです。長いパスが通ったゴール下、そしてゴール下には選手がなかなか入れない。このプレッシャーに対して背中を向けちゃダメなんですよ。なるほど、あそこはやはりこう自身としてももっともっとこう切り込んでいく必要があるんですかね。そうですね、前を向いて、はい、自分のスペースを確保することをしないと、はい、全部後手になってしまうので、はいはい、自分のプレースペースを確保したいですね。さあ東海大三高校の攻撃が続きます。またこのフリーの選手を作ってしまった。あー、すごい、強いタップシュート、リバウンドをそのままタップ気味に決めてきました。背番号7番のプレイヤーは笹倉選手、183cm、 2年生のプレイヤー。彼は現3年生がいたチームでもスタメンという情報が入ってますね。なるほど、だから2年生なんですけど、はい、もう主力ですよね、もうこの。あー、なるほど、じゃあもうチームの核となっている選手なわけですね。そうですね、はい、彼の得点能力はすごいですよ。さあ今後のですね、このプレーにも注目です。さあ東海第三の攻撃がついております。強い当たりですね。松本大地も必死のマンツーマンディフェンスを取っているんですけど、こう弾き飛ばすようなこのオフェンスの強さ感じますよ ね。松本大地は取れないので、はい、まずはボールを弾くことをしないと、はい、取られてしまいますね。これもヘルプですね、カバーに行ってあげて。
なかなかこのヘルプがまだ行き届いてないんでしょうかね、はい、第1ピリオド残り間もなく1分50秒です。決勝戦うまい東海第三高校対松本第一高校、さあここでファールです。シュートモーションに入ったファールでしたけど、こちらのファールはさあ現在プレーが止まっております。フリースローでしょうか。シュートモーションに入ったファール、ツースローが与えられます。東海第三高校背番号5番石井選手のツースロー、まずは1本目決めてきました。やはりこの石井選手フリースローに安定感ありますよね。そうですね、はい、フリースローが苦手なインサイドの選手多いんですけど、すごいタッチが綺麗なんですよね、はい、やはりそのあたりはこう精度の高いプレー、さすが選手層の厚さを感じます、はい、さあ2本目は落としてきました。リバウンドはあ、出た。これはアウトボバーズでしょうか、はい、東海ボールでゲームがスタートします。第1ピリオド間もなく残り時間が1分40秒を迎えます。ここまでのゲーム展開23対4、東海第三高校が19点をリードしています。さあこのあたりでなんとか自分たちの流れを作っていきたい松本第一高校。さあ2ポイント、これは落ちた。リバウンドは松本第一高校。さあ松本第一高校の攻めです。ターンオーバー、早い攻めから背番号4番の酒井がボールを持ち込みます。一度ボールを出して背番号6番の熊谷へ、さあパスコースを剥がしている。再び4番の酒井の2ポイント、落ちた。リバウンドは東海。一回ボールを持ってちゃんと前を向かないとダメですね、はい、全部ドリブルからスタートしてるんで。なるほどなるほど、一度こうプレーをしっかりと止めて、そして前を見る。そうですね、あなるほどなるほど、冷静に対処したら相手のファールがもらえるので、はいはい、あっちもそれ覚悟でプレッシャー来てるんで、やはりおっしゃるようにうまく相手のファールをもらうようなこのアクションというのも重要なわけですね。そうですね、はい、もう完全にディフェンスのやりたい放題になってるんで。25対4、ややスコアが開いてきました。男子決勝戦です。第1ピリオド残り1分を切ってきました。25対4、東海第三高校が21点をリードしています。追いかける松本第一高校。東海の4番がいいディフェンスを。東海大4番滝沢選手です。さあそしてターンオーバー、パスカットからのターンオーバー、素早い攻めだが、あこれマイボールにしたかったですね松本第一。なかなか松本第一も自分たちの流れが作れません ね、 そうですね、攻めどころがないんですよね。あなるほど、はい、さあ第1ピリオド間もなく終了となります。残り30秒、ここで2スロー、東海第三高校です。2スローは背番号6番の林選手、林英二選手の2スローです。186センチ、2年生のプレイヤー。まずは1本目決めてきました。1スロー残り1本、さあ2本目です。これは落ちた。リバウンドは東海。この辺りも東海のリバウンドは強いですね、古越さん。すごいですよね、本当に。松本大臣の人はもっとスクリーンアウトで、はい、あのゴールから遠ざけたいんですけど、多分パワーで入り込まれちゃうんですよね、はいはい、やはりその辺り、今東海のですね、非常にこのプレーセンスといいますか、各プレイヤーの身体能力の高さも感じますね。そうですね、あの、はい、東海はあのトレーニングルームがすごい充実しているんですよ。はい、で、あの入野先生も多分そこら辺を力入れてるので、あーなるほど、足腰が違うんじゃないかなと。東海第三高校を率いるのは入野孝之監督です。対する松本第一高校ヘッドコーチは柳沢健太郎ヘッドコーチ。男子決勝戦まもなく第一ピリオドが終了となります。残り20秒、ここまで28対4、東海がリード。そしてターンオーバー、レイアップシュート決まりました。背番号5番の石井。30対4、ちょっとこのゲーム展開リードが大きくなってきております。男子決勝戦です。ここは松本第一高校最後のワンプレー大事にしていきたいところ。残り7秒、6秒、5秒、4秒、3秒となります。なんとかショットで終わりたいところ。スリーポイントだが、おこれは決めてきた。最後はスリーポイント決めてきました。30対7、第一ピリオド終了して30対7、東海第三高校が23点をリードしています。男子決勝戦です。第64回長野県高校新人バスケットボール大会男子決勝、長野運動公園総合体育館から東海第三高校そして松本第一高校の模様を解説古越健人さん、実況 FM 佐久平前島でお送りしています。今日の解説古越さん、浅間中学校から佐久長聖高校バスケットボール部、自身もインターハイ、そしてウィンターカップ、あるいは新人大会など県準優勝の成績を残しております。また高校時代には県のベスト5にも入っている高校バスケを代表する名プレーヤーでした。現在は俳優として東京都内などでも活躍しております。さあ古越さん、はい、この第1ピリオドを終わって30対7というスコア、は
まあ、ちょっとこのワンサイドになりつつあるわけなんですけども、はい、松本大地としてはこれどんなプレー、どんな意識が重要になってきますか。あの松本大地の選手は、はい、あの能力はすごい高いと思うんですよ、はい、あのシュート力も多分あると思うんですけど、単純にあの東海大さんの当たりにびっくりしちゃってるっていう印象を受けますね。なるほど。すべて弾かれてしまっているので、まずはあの勝負をしなきゃいけないですね。そこの当たりに対して逃げない、はいはいはい、という姿勢をしない限りは多分この得点は次のクォーターも続くと思います。あ、なるほど、はい、じゃあそうすると消極的なプレーではなくて、とにかくまずはこう当たっていくというか、強気強気に活路を見出していくというのが重要になってきますね。はい、あの前を向かないことにあの周りがどうなっているか見えないので、はい、背中を向けてしまっているプレーが見えるので、はい、それはちょっと改善していきたいですね、後半2クォーター目は、はい、逆に、まあ、王者東海としては、はい、第2ピリオドどんな意識が重要になってきますか。まあ、すごい、はい、あの井野先生がどれを目指しているかわからないですが、はい、僕が見ている印象を受けると、本当に1対1がどこもやられてないんですよ。なるほど。どこも抜けてないので、はいはいはい、でヘルプもカバーもしっかりしているので、これを継続して走り切るっていうのが多分全国で戦うチームにはもう目標になってくるんじゃないですかね。やはりこの東海大さんといいますと、インターハイあるいは冬のウィンターカップということで、もう県を代表する全国レベルのチームでもありますからね。はい、さあ第2ピリオドが始まります。ここまでは30対7、東海大三高校が23点をリードしております。第2ピリオド、左から右に攻めるのは松本大地高校です。23点を追いかけます。さあアウトサイドからの外のパスを回し、ルックアップから中に持ち込むが、これはゴール落ちました。東海第三ボールへと変わって、ここでファールです。4番の滝沢が自ら持ち込んだレイアップシュートだったんですけども、これはファールでしょうか。そうですね、はい、あのディフェンスのファールですね。ツースローです。東海第三高校背番号4番の滝沢選手、身長170センチ、ガードとしてチームを率いております。ツースロー、まずは1本目決めてきました。やはりこの東海大三フリースローも精度が高いですよね。そうですね、はい、シューティングもすごい、朝練とか、はい、そういうところで何本も打ってるんですよね、東海の選手は。なるほど。実際に古越さんも現役時代、そして現在もですね、東海大三高校のバスケよくご存じだと思いますけども、はい、やはりこう東海大三のバスケというのはこう何がここまでこう底力を上げてきてるんでしょうかね。古越さんどのように感じられますか。はい、僕の時の東海大三は、はい、あのこの時みたいにディフェンスが中心のチームだったんですけど、はい、あの今のこう全国で戦っている東海大三を見ると、はい、あのトレーニングの仕方が変わったのかなという印象を受けますね。あの前は結構もっとどっしりした人が多かったんですけど、はいはいはい、今のこのここにいる選手たちはすごい細身なんですけど、跳躍力があったりすごいバネがあったり、おそらくあのトレーニングの方法をちょっと変えたのかなという印象は受けます。なるほど、はい、大柄の選手が多いんですけども、おっしゃるようにこうスピードあるバスケットも展開してきますよね。そうですよね、すごい器用な選手もいますから、はい、東海は本当に 強いですね。そうですね、まあ、この冬も代々木で行われますウィンターカップへの出場も決めておりますからね、はい、長野県内のバスケットボールを率いているこの東海第三高校、男子を率いるのはこの名将の入野孝之監督です。さあプレーが始まります。東海第三高校ゴール下、これも強いぞ。6番の林のジャンプシュート、33対7リードが広がります。男子決勝です。松本第一高校、古越さんの解説にあるように、まずはですねこの前に前にとこう積極的な強いプレーを、自分たちのプレーを早くこう取り戻すことが大切だということなんですけども、やはりそれをさせないのが東海第三のこのマンツーマンのディフェンスでしょうか。そういいよね、いいですね、はい、今ゴールした7番の赤羽がうまく切り込んできました。2ポイント決めてきました。しかし東海も早い。さあこの時間は非常にこうターンオーバー、それぞれの攻撃が切り替えが早くなってきております。第2ピリオド始まって1分半が経過します。男子決勝戦、東海第三高校対松本第一高校は35対9、ここまでは東海第三高校が26点をリードしています。第2ピリオドです。さあ外からの3、これは落ちた。リバウンドは東海、やはりリバウンドは東海が強い、速い攻め。さあゆったりとしたパス回し、4番の滝沢にボールを戻します。さあそしてゴール下、厳しい体勢からだが、リバウンドは東海、そして6番の林。今のはバスケットカウントでしょうか。はい、そうですね。シュートのモーションに入り、ファールが打ちますとフリースローが与えられます。そしてそのシュートが入りますと得点プラスフリースロー1本が与えられます。バスケットカウントというルールです。背番号6番の林、ワンスロー。
決めてきます。第2ピリオド間もなく3分が経過、38対9、リードは29点東海大三高校。さあ松本大地高校外からのスリー、4番の酒井のスリーは落ちました。リバウンドは東海。さあボールを持ち込みます。ドリブルでボールを持ち込む東海大三高校。背番号7番の笹倉へ、注目のプレイヤー7番の笹倉がボールをキープ、ルックアップして中に入れてきます。ゴール下、これも強いぞ東海。6番の林が決めてきました。いやー、このゴール下のあの強さというのはやはりこの東海という感じがしますよね。あそこは。さあ松本第一高校の攻めです。ここはゆったりとしたリズム。そうです、もうリングに向かわないドリブルは全部止められちゃいますからね。そうですね、まさかリングに向かっていく。そうですね、はい、そうすると周りが見えるようになるんで。あ、なるほど、はい、まずはこうリングに向かっていく姿勢というのが重要なわけですね。はい、ディフェンスがどうなっているのかを確認しないで攻めているので、はい、カバーが簡単に来ちゃうんですよね。あー、なるほど。じゃあしっかりとこう前を見て、そしてこう周りをルックアップして、はい、いろんな攻めが必要になってきます ね。 そうですね。カバーがとてつもなく早いんですよ、はいはい、逆にそれはカバーが見えていれば、うん、ノーマークの人が必ずいるので、はい、そこはもうちょっと強く上を向いてほしいですね。強く上を見てもらいたい古越さんのコメントです。いや、なかなか難しいんですけどね、あのプレッシャーの中。あ、ここはフリーを作りました、はい、松本第一高校2点を返してきます。42対11、リードは31点、第2ピリオドです。まもなく第2ピリオドも4分が経過しようとしています。男子決勝戦、東海第三高校対松本第一高校。さあ東海の攻め、外から背番号15番武田の2ポイント決まりました。いや、これ東海の選手は非常にこうフリーを作るのもまあ上手いですよね。そうですね、はい、みんなあの周りがすごくよく見えてるので、はい、あの悪いシュートセレクションをしないですね。あ、なるほど、うん、確実にファールがもらえるか、もしくはノーマークかっていうシュートセレクションです。県高校新人バスケ男子決勝戦です。東海第三高校対松本第一高校、ここまで第2ピリオド残り間もなく6分となります。44対11、東海第三高校が33点をリードしています。何かこう第2ピリオドに入って両チームのバスケに変化は感じますか？はい、そうですね、東海は特に変わった点はないんですけど、はい、松本第一はディフェンスがやはり、はい、もう諦めてる感じがちょっとするので、もうちょっと変えた方がいいかな。こ松本大地のディフェンスは、まあ、マンツーマンディフェンスですよね、はい、やはりこのディフェンスの中でももう少しこちらこうマークス選手を変えるですとか。そうですね、積極的にこう、はい、相手に好きなことをさせない。今すごい好きなことだらけなんですよね。そうですね、いや、なかなかこうトリッキーなプレーが続いておりますけれどもね、はい、東海大学第三高校4番の滝沢、これも体を半回転させながら最終的にはこのドリブルシュート、ゴール下で見事なプレーを見せてきました。2ポイント、さらにリードが広がります。48対11、そんなは37点、残り時間は間もなく5分、第2ピリオドです。いいディフェンスしますね。なかなか松本大地がボールを中に入れさせてもらえません。抜けないですね。そうですね、そしてやはり外から厳しい体勢からのショット、まあ、なかなかやはりこういったものは精度を変えてきますよね、はい、いや、なかなか続けられるディフェンスも辛いんですけどね、はい、さあリバウンド東海の攻め、スリーポイントよ、4番の滝田のスリー、これは落ちた。リバウンド、そう、こういうリバウンド、あー、そうなんですよ、絶対にこう競り合えばファールになるので、はいはい、もっとボールに対してこう執着してほしいですね。やはりこの古越さんがおっしゃるようにボールに執着することによって、競り合うことによってファールを取れるケースもありますからね。そうですね、はい、今もう同じ土俵にこう立ててない感じがするんですよね。あ、全部逃げ腰な印象を受けますね。なるほど。さあそのあたり松本第一高校としてもなんとか自分たちのバスケットを早く取り戻したい、はい、中心地区第一代表の意地にかけて松本第一高校。さあ松本大地高校の攻めです。ゴール下になかなかボールが入れられない、なかなかインサイドにボールが入れない、そして外からのスリー、これは落ちました。リバウンド東海、やはりなかなかこのゴール下インサイドには入れさせてもらえませんね。そうですね、はい、そして東海リバウンドは強い、素早い攻めからのタップシュート、50対11。
さあここはなんとか松本大地高校としても、さあこれはいい位置だ。そうですね、これドライブ気味によく入りましたね。いいですね、はい。で背番号4番の酒井がボールを持ってドライブ気味にゴール下に切り込んできました。2点を返した松本大地、50対13、その差は37点。そこがしっかり守りたい。さあパスカットインターセプトです。4番の酒井が持ち込みます。自ら持ち込んで、ここも東海ブロック、叩くんですね。あそこですごいな。完全にドリブルシュートフリーだったんですけども、東海第三高校がですね、最後の最後までしっかりマークについていましたね。いや本当に足が動くんですよ、東海の選手は。もうとにかく足が動くから、はい、ディフェンスがいやらしいですよね。マンツーマンディフェンスは東海第三高校白のユニフォーム、対する松本第一高校は金色のユニフォームです。こういうルーズですよね。さあここでルーズボールは東海第三高校、いやもう完全にフリーになっていますね、もう、はい、ちょっとこの得点ペースはやばいですね、はいはい、52対13ですからね。こう松本第一としてはちょっと意地を見せたいところですよね、はい。さあ同じ高校生のスポーツです、何があるか分かりません。諦めたら終わりです、はい。さあ松本第一高校としてもですね、どうしてもこの中心地区の第一代表としてまだまだ自分たちのバスケットを取り戻してもらいたい。さあ第2ピリオドが間もなく残り3分となります。県高校新人バスケットボール男子決勝戦、東海第三高校対松本第一高校はここまで52対13、39点リードは東海第三高校です。さあ現在攻撃は東海第三高校、背番号7番の笹倉が持ち込む注目のプレイヤー笹倉のシュート、ゴール正面からの2ポイント決まりました。54対13となっています。さあ松本第一高校なんとかこのゴールへ前へ前へ、これはナイスシュート決まりました、外からの2ポイント。さあこの時間徐々にこう松本第一の流れを掴んできているように見えるようになるでしょうか、はい、相手もミスが出始めたんで、はい、そこにつけ込めると、わーい、ルーズが。ここで東海第三の攻めをインターセプト、ボールが流れたんですけどね、この両チームの選手が追っていきました。アウトオブバウンズです。県高校新人バスケットボール長野県大会男子決勝戦、茅野市の東海大学第三高校対松本市の松本第一高校の模様を長野運動公園総合体育館からお送りしています。先ほど行われました女子の決勝は佐久市の岩村田、そして東海第三高校最後の最後まで接戦、75対67で東海第三高校が5連覇を達成しております。さあ男子の決勝戦、この時間帯第2ピリオドやや得点差が開いているゲームにはありますけど、さあここで3ポイント、松本第一高校3ポイントは背番号の8番藤田翔吾、180センチ。この後のディフェンスを止めたいですね、はい、そうですね。ここは松本第一としてもしっかりと守っていきたいマンツーマンディフェンス、攻める東海大学第三高校、一度外へ出します。そうそう、グッドディフェンス、おお、グッドディフェンスの掛け声、あー惜しい。ここでアウトバウンス、なかなかこの松本のディフェンスもいいんじゃないですか。そうですね、はい、だんだんこうみんな気持ちが乗ってきたのかもしれないですね。さあ第2ピリオドチームファウル、松本大地が4つ目、そして東海大学第三高校が3つ目、松本大地は次のチームファウルでフリースローが与えられます。1つのピリオド内、はい、ファイブファールでフリースローとなりますけども、さあここでパスカットは松本第一高校、シュートまで行きたかったな。今ゴール下まで入ったんですけどもね、一度外へ戻しました。そして背番号10番伊藤のショットですが、これは落ちました。リバウンドは松本第一高校です。再び攻撃を組み立てます。なかなかゴール下インサイドに入れませんね。そうそうそう、あー手を使っ、手を使っちゃいましたね。オフェンスがオフェンスファールですね。オフェンスファール、さあここでオフェンスファールは松本第一高校、東海第三ボールへと変わります。54対18、リードは36点。第2ピリオド残りは1分36秒、東海第三高校の攻めです。白のユニフォーム、右から左に攻めるのが東海第三高校。さあ外でパスを回します。中をルックアップして、そして4番滝沢の2ポイント、これは落ちた。リバウンドは、いい、リバウンドは松本、リバウンドは松本第一。さあ早い攻めです。ファーストブレイク、そのままいっちゃいましょう。6番の熊谷が持ち込んで、そして一度外に出して2ポイント、このリズムでやっていきたいですね、はい、7番の赤羽の2ポイントが決まりました。松本大地も得点を20点に伸ばしてきました。54対20です。リードは34点。第2ピリオド残りは間もなく1分。男子決勝戦、東海第三高校対松本大地高校の試合をお届けしています。白のユニフォーム東海第三高校、背番号4番の滝沢がルックアップ、パスコースを探しております。そう、自ら打ってきた3ポイント、
これは落ちた。リバウンドは外に出ました。アウトバーンズです。東海のパス回しがそこまで回らなくなってきているので、はい、松本大地はすごいディフェンスは良くなってきていると思います。この時間松本大地具体的に何が変わってきたんでしょうか。おそらくディフェンス の、 そのシュート後のリバウンドだったり、はいはい、あとは1対1のディフェンス、うん、結構東海の選手が迷い出しているので、シュートも精度あまり上がってきてないんですよね。じゃこの流れをなんとか続けていきたいですね。そうですね、はい、まあ、でも参考も修正してくるので、はい、それのキーになるのはリバウンドですね。さあそのキーになるリバウンドですけども、松本大地と東海大さんの激しいリバウンド、そしてファウルがありました。フリースローです。フリースローが与えられます。東海第三高校シューターは背番号5番の石井。ツースロー、まず1本目は決めてきました。55対20、リードは35点。第2ピリオド残り32秒。さあ2本目、これも決めてきた。ツースロー、やはりこの石井のフリースローも非常に今日は確率が高いですね。ですね、はい、さあ松本大地の攻めです。残り時間はまもなく20秒です。56対20。さあ松本大地高校8番の藤田がドライブ気に切り込んだんですが、ここは東海がインターセプト。さあ4番の滝沢にボールが回ります。センターライン付近、滝沢がパスコースを探しております。背番号4番ガードの滝沢から中に入れてきた。そして外からの2ポイント、これは落ちた。リバウンドは東海、リバウンドは東海、そしてホイッスル。いいステップだな。これもカウントでしょうか。はい、バスケットカウントですね。シュートも決まりました。そしてシュートを放った時のファールということで、さらにフリースローが1本与えられます。バスケットカウント。シュートは5番の石井です。今日のこの石井のフリースローは非常にこの精度が上がってきています。サマースロー決めてきました。5番の石井。さあ残り3秒です。第2ピリオド、さあ長いパスを出した。これはいいパスが通ったぞ。フリーになってきた。持ち込んでレイアップ気味のシュートですが、これはゴールの枠を捉えきれませんでした。ここで第2ピリオドが終わります。そうですね、松本大地の選手はさっきも、はい、抜けたんですけど、止まってシュートが打てない傾向にあるんですよね。ゴール下にディフェンスがいる選手に対して突っ込んでしまうところがもったいないなとちょっと思いますね。第64回長野県高校新人バスケットボール大会男子決勝、東海大学第三高校対松本大地高校は第2ピリオドまで前半が終了しています。ここまでは東海第三高校がリードを広げております。さあ今日の放送席解説は古越健人さんにお願いしております。古越さん、女子の決勝戦もですね、非常に接戦となりました。この県高校新人バスケットボール、はい、非常にこうレベルが上がってきているように感じますけども、はい、後半の見どころとしては古越さんは、まあ、この東海大三と松本大地どんな点だと思いますか。まだその新人戦ですので、はい、まだチームの方針とかそういうのがまだ定まってないので、はい、多分生徒あじゃあ選手のみんながこう試行錯誤してこう試合の中で変わろうとすると思うんですね。特に松本大地の選手なんかはすごい初めての当たりにこうびっくりしてると思うんですけど、後半は彼らなりにこう変化を加えてどれだけ食らいついていけるかっていうのをちょっと見たいですね。はい、さあそしてですね、この長野運動公園といいますと、今日はサッカーの J リーグ、サッカー J3 から J2 への入れ替え戦が行われているんですけども、はいはい、AC 長野パルセールの結果が入ってきました。あ0対0のスコアレスドローだったということです。あ今日はですね、 J2 の、はい、サヌキというチームと戦いまして、この辺りも今日は非常に大勢のお客さんでね、すごい賑わってましたね。外今日観客はなんと8944人。サッカーパルセイロ、今日は8944人、1万人近い観客。そして0対0のスコアレスドローだったということです。来週はですね、このアウェー香川でパルセイロの入れ替え戦が行われるということですけどもね、はい、ぜひこのパルセイロのサッカーも今後期待していきたいですね。サッカーも面白いですからね。僕サッカーも好きなんですよ。あそうなんです、さすがスポーツマンですね。さあバスケットボール男子決勝戦、この時期のこの高校バスケットボールナンバーワンを決めます県高校新人バスケットボール大会。この時間は長野運動公園総合体育館から実況 FM 桜平前島雅彦、そして解説は古越健人さんにお願いしております。古越さん、この前半を振り返って59対20、はい、ただですね、この第1ピリオド第2ピリオドの得点を振り返っていきますと、はい、第1ピリオドが30対7、はい、東海大さん、そして第2ピリオドは29対13ということで、まあ、ややこうリードは詰まってきてるんですね、このピリオド間の、はい、まあ、徐々に松本第一としても自分たちのリズムを
気づきつつあると見てもよろしいでしょうか。そうですね、はい、シュートがやっと思いっきりよく打てている、はい、ドライブとかも思いっきりよくいけてるっていうのはやっぱり慣れてきているということなんですよね、東海の当たりに対して。ただやはりゲームの中で慣れていってるということはやはり勝てる勝負にはまだ持っていけないので、はい、もう初めからこう負けない気持ちでやってほしいですね。古越さんもですね、実際に中学時代、高校時代と、はい、まあ、バスケットボール浅間中学校、そして佐久長聖高校ということで、はい、非常にこの強豪チームでプレーしてきたわけなんですけども、はい、古越さんがこうゲーム中、はい、常にこう大切にしていた点、こういった大一番での試合というのはこうどんな意識でいつも挑んでたんですか。ゲーム中考えてたことで言いますと。そうですね、はい、僕は基本的にポイントガードをやっていたんですけど、はい、ゲームをコントロールしようとかそういう器用なことはそこまで考えていなくて、本当に僕がきっかけになればいいぐらいの勢いで、だから僕は本当にどうなるかは分からないけど、とにかく思いっきりの良さは自分の中では売りにはしていましたね。なるほど、なるほど。でもやはりこの大一番ですからね、この高校生のスポーツです、もうそんなにこう実力差ってはないと思うんですよね。そうですね、本当にそうなるとも気持ちの問題、気持ちはだいぶ強いと思いますね。はい、東海の選手を見てると、はい、一切手を抜いてないんですよ。得点にも表れてるんですけど、はい、30得点と、はい、だいたい失点が10ぐらいなんですけど、そうですね、はい、そうです、失点を10っていうのは本当にディフェンスをしっかりやってないとできないことで、よくバスケットボールのゲームですと第1ピリオドで失点を12点ぐらいまでに抑えると素晴らしいディフェンスと評価されることが、そうですね、はい、大体勝ちゲームは10点台に抑えられてしまうと負けてしまいますね。得点が10以上伸びない試合は勝てない試合が多いですね。はい、なるほど。じゃあそうすると東海大さんとしても、まあ、この東海のディフェンスはこのマンツーマンなんですけども、はい、きちっとこうディフェンスが機能しているという、そうですね、シュートチェックも最後までいってるんで、はい、なかなか簡単にはシュートを打たせてくれない、それをやっぱり新人戦の決勝ですけど、はい、こんだけ大差が開いてもやらせてこうくれてるっていうのはすごいやっぱ意識が高いなと思いますね。さあ現在体育館の中は前半が終了しております。第64回県高校新人バスケットボール大会男子決勝、東海第三高校対松本第一高校、現在前半が終わって59対20で東海第三高校がリードをしております。まあ、東海第三といいますと昨年の県高校新人バスケのチャンピオンでもあります、連覇のかかった大会、また年末に行われますウィンターカップでもですね、非常にこう活躍なども期待されるわけなんですけども、松本第一高校も一昨年の大会ではこの大会3位に入っているだけに、やはりこのレベルの高い中心地区の第一代表でもあります、はい、まあ、今後巻き返しは期待したいですね。いや本当に個人の能力だけ見たら全然、はい、東海大さんの選手と、はい、遜色ないので、はい、あとは本当にチーム力とかそこら辺の差なんでしょうね。そうですね、はい、さあ後半はどんな試合、どんなゲーム展開になっていくんでしょうか、注目です。第64回目を迎えました県高校新人バスケットボール大会、今日の放送席は古越健人さんにお願いをしております。古越さん、まあ、古越さんもですね、はい、ご自身第55回大会で、はい、まあ、この松商学園に残念ながら敗れてしまったんですが、はい、まあ、県2位という輝かしい実績がありました、はい、こういったこの大会に来るといろんな思いが、そうですね、巡ってくるんじゃないですか。いや特に東海大さんの、はい、アップの場面を見ていたり、はい、試合を見てると本当に思い出しますね。怖いんですよ、あの人たちのディフェンスが。そうなんですか。はい、もう何人も来るんで。なるほど。やはりこのディフェンスの強さというのは体の当たりということなんでしょうか。はい、はい、単純にエリアにこう、はい、ディフェンスが前を詰めてきたときに、はい、こう引いてしまうと、はい、その引いた分相手がこう相手のエリアになってしまうんです。入ってくるわけですね。はい、はい、ポジション取りのゲームなんで、はい、バスケットボールは、はい、本当に自分のエリアをこうちゃんと守る、こう前向きなフィジカルとか姿勢がないと、はい、すぐにこう東海のディフェンスには飲まれちゃいますね。なるほど、はい、やはりそれが王者東海第三たるこうゆえんなのかもしれませんね。そうですね、はい、そこは本当に素晴らしいと思います。さあ間もなく後半もスタートします。第64回長野県高校新人バスケットボール大会男子決勝です。さあ古越さん、はい、まあ先ほど、ね、女子の試合でもちょっと紹介したんですが、現在古越さんはバスケットボールのこう楽しさ素晴らしさを伝えるべく舞台で
今ですね、いろいろご活躍もされているわけなんですけども、はい、このバスケットの一番の魅力、素晴らしさというと古越さんはどんな点だと思いますか？バスケットの魅力、はい、そう、バスケットの魅力ってたまに聞かれるんですけど、はい、これっていう、こう答えがないんですけど、やっぱり単純に今こうお客さんもこう見てて思うんですけど、はいはい、本当に楽しいからやるし、楽しいから見るし、はいはいはい、あと遊べますよね、なんかどの世代でもこう、なるほど、ボールとリングだけあれば。そうですね、最近はあの 3on3 なんていうゲームもね、非常に人気になってきていますけども、はい、本当にこのボール一つあってスペースがわずかでもあればそこでシュートの練習ができる、はい、壁に向かってのシュートの練習もできますしね、はい、今こうアメリカなどではですね、本当にこのメジャーなスポーツとしても人気になっている、うん、ここ最近日本のバスケ界ちょっとこのリーグの投稿の問題でですね、あの残念なニュースもあったんですけども ね、はい、なんとかこの県内バスケットボール、まあ、特にあの BJ リーグではブレイブウォリアーズなども活躍していますからね、そうですね、はい、これからもですね、県高校バスケットボール、あるいは中学、小学校、さらに社会人と一層のバスケットボールの普及を期待していきたいと思います、はい、さあ、まもなく注目の後半戦が始まります。メンバーが5人全員変わりましたね、はい、変わりましたね。あ、東海大さん、ガラッと入れ替えてきましたね。中でも背番号10番のプレイヤーなんですけども、須崎選手は192センチ、先ほどダンクの練習してましたよ。あ、そうですね、はい、しかも1年生ですからね。そうですね、いや、東海第三高校も非常に選手となさを感じます。さあ、プレーが始まります。第3ピリオドです。まずは松本第一ボールからゲームが始まります。うわ、すごいいいプレッシャーですね、ディフェンスが。いやー、これは東海第三なかなかボールが中に入ってこない、インサイドに入れられない。松本第一高校サポートホイッスル、いいディフェンスですね。そうですね、いや、何かこう前半とまた一層ディフェンス力が、ね、上がってきたような感じがしますけどね。そうですね、まあ、もうフレッシュな5人になっちゃったんで、はい、体力がもう有り余ってるんでしょうね、まあ、そうですね、監督早くこれを使ってくれといったところでしょうかね。そうですね、ギラギラしてる奴らが出てきましたね、はい、なるほど。さあ、東海第三高校の攻めになります。エンド変わって左から右に攻めるのが東海第三高校、白のユニフォームです。さあ、ここでシュートが落ちました。松本第一高校ボールに変わります。もうすぐにこう間を詰めてきますから、はい、なかなか中にボールが入ってこない、はい、ドライブインに入って、これはナイスプレーか、はい、こんぐらい強気でいった方が、はい、あ、ファールですね。今は松本第一高校7番の赤羽選手ですけども、自ら持ち込んでのレイアップシュート、なかなかこのいいドライブでもありましたよね。はい、そうですね、はい、しかしリバウンドはやはり強かった東海第三高校。第3ピリオドから入っている背番号10番の須崎選手がリバウンドを取っています。さあ、松本第一高校ボールでゲームがスタートします。ここまでリードは39点、東海第三高校スリーポイント、これは落ちた。ヘルドボールはどちらに出るか、東海です。やはりこういったボールにも強い東海。さあ、外からのスリー、どうだ、決まった。16番のプレーヤー関口選手、182センチ、1年生プレーヤー、外からのスリーポイントしっかりと決めてきました。19番の選手抜けないですね。そうですね、いや、ここはディフェンス力、これはもう東海のディフェンスは何かこう大きな変化感じますか？いや、もう、はい、本当にみんなすごい低い姿勢で足を動かしてるんで、はい、本当にノーファールですね。なるほど、文句の言いようのないディフェンスですね。やはりこう重心を低く構えているだけに、なかなかパスコースも見当たりませんよね、はい、そうですね、みんなちゃんと手を挙げてるんで、はい、決めましたね。さあ、ここで決めてきました東海第三高校、リードが広がります。64点目、64対20。第三ピリオド、まもなく2分が経過しようとしています。ここでフリースローです。でシューターは背番号10番、192センチ、注目の須崎選手。マンスロー、これを落とし、そして落ちて自らリバウンド、また一度外に出すスリーポイント、リバウンドは松本。さあ、ここは速い攻めに転じたい。ファーストブレイク、しかし東海の戻りも速い。ディフェンスがいいな。東海の戻りも速い、なかなか中には出せない。そして再び外へ、アウトサイドから中へ切り込むが、ここで東海ボール。いやー、これは古越さん、なかなか松本大地シュートまで持ち込めませんね。持ち込めないですね、はい、第3ピリオドからメンバーをガラッと入れ替えてきました東海第三高校です。64対20、リードは44点、第3ピリオド、そして外からのスリー、これはいいシュートでした、松本大地高校です、はい、64対23。
東海第三高校の攻めに変わります。さあルックアップして、それから16番のプレイヤー、東海第三高校関口のスリーだが、これ落ちました。再びリバウンドは東海。さあ今度は19番の加藤のスリー、これ落ちた。リバウンド、リバウンド須崎。いやー、10番の須崎選手ですけども、リバウンド強いですね。あー惜しい。素早い攻めからのドリブルシュート、レイアップシュートだったんですが、これはわずかにゴールを弾きました。しかしこれシュートアクションに入っていたファールが捉えましたね。はい、通走ですね。はい、松本第一高校通走です。66対23、第3ピリオド。さあシューターは松本第一高校背番号7番の赤羽選手、180センチのプレイヤーです。まず1本目は確実に決めてきました。66対24。さあ2本目、やはりこういったフリースローは必ず決めたいところですね。はい、こういうのを大事にしてかないと本当に点差は縮まらないですからね、はい、さあここは2本決めてきました。66対25です。さあ早い東海の攻め、ここでパスカットは松本大地、インターセプト、早い攻めからの2ポイント。リバウンドは、リバウンドは松本。さあ再びアウトサイドパスを回します。さあ一応フェイクを入れて、じゃあこれいい攻めだ、外からの3ポイント、ボールを弾いて、そして10番の須崎選手、やはりゴールした10番の須崎選手リバウンドが強い。早い攻めから3ポイント、東海第三高校外からの3は、これは落ちました。リバウンドはやはり東海。今度は14番のプレイヤー森谷選手の、あー、いいですね。いや、ここで決めてきました。69対25。早く前に運ばないとバイオレーション取られてしまいますね。これはあの自身のコートから8秒以内には持っていかないというルールですね。そうですね、はい。さあこのバスケットボール、攻撃にもさまざまな時間制限があります。まず24秒以内にシュートに持っていかないと、これはバイオレーション、相手チームに攻撃が移ってしまいます。いわゆるこの24秒ルール、ショットクロック24秒と言われております。さあここで東海第三高校、ショットクロック残り8秒、7秒、6秒、ここで打ってきた。リバウンドは松本、リバウンドは松本。さあ素早い攻めからドリブルシュートを持ち込んでくるのは、ちょっとボールを蹴ってしまいましたね。そうですね、はい。背番号8番のプレイヤーですね、藤田選手が自ら持ち込んだシュートだったんですけども、やや自分の足でボールを蹴ってしまいました。アウトボブアンズ、ボールは東海第三高校です。ボールを持ち込みます。はい、ディフェンスを頑張りたいですね。そうですね、松本大地のディフェンスはこれマンツーマンディフェンス、はい、しっかりとここは機能しました。この攻め大切にしたいですね。そうですね、今、はい、シュートが東海入ってないんで、はい、点差を詰めるチャンスですよね。2ポイント、これはわずかに外れた。リバウンドは東海、素早い攻めです。さあボールを持ち込みます。背番号14番のプレイヤー森谷選手、そして2ポイント決めてきました。70点台に乗っています。70点台に得点が乗っております。東海第三高校第3ピリオド、まもなく残り5分を切ってきます。ここは松本大地高校の速い攻め。背番号4番ガードの酒井選手のレイアップシュート決まりました。2点返して71対29です。ここでタイムアウトでしょうか。これリードしている松本大地高校、あ、失礼、東海第三高校ですけども、ヘッドコーチの厳しい声が飛んでますね。さすがですね、はい、東海第三高校ヘッドコーチは入野孝之コーチ、そしてアシスタントコーチは有賀正明コーチです。まあ、この入野コーチは古越さんもよくご存知の先生だということですけどもね、はい、もう国体の時にあの練習を一緒にさせていただいたんですけど、はい、厳しいです。あ、そうですか。すごい厳しいですね。まあ、でも本当に知識が豊富なので、はい、知らないこともいろいろ教えてくれたりするので。なるほど。実際に古越選手も現役時代は長野県の国体プレイヤーとして東海の選手たちとも一緒にプレーしたと思うんですけども、はい、実際にこうどうですか、同じコートに立ってみると。東海の選手っていうのは、東海の選手は、はい、あのすごい基本ファンダメンタルができている選手が多いので、はい、あのちょっとでもブレた軌道のボールでも、はい、しっかり取ってくれたりするし、はい、あとリバウンドもやっぱり強いし、安心してシュートが打てますね。あ、やはりそういったあの基本形がしっかりできているというのがこう絶対王者のゆえなんでしょうか ね。基礎の部分をすごい大事にしているので、あ、やはりそのあたりはこう入野先生の指示が徹底されているんでしょうね。はい、プレーが始まります。第3ピリオド、まもなく5分となります。71対29、ここまでは連覇のかかる東海第三高校が42点をリードしています。第3ピリオド、さあ松本第一高校の攻撃です。ボールを持ち込みます。ゆったりとした流れから
パスコースを探しております。インサイドを探しているのはなかなか中には持ち込めない。再び外からさあ、そして走り込んで、これはなかなかいいドライブだ。そう、それです。6番の熊谷のドライブからのシュートだったんですが、わずかにゴール外れました。さあリバウンドは東海、早いぞ早いぞ、強いぞ東海。10番の須崎、そしてリバウンド再び東海、スリーポイント。19番加藤のスリーポイント。いやー、リバウンドも強いですね。松本第一高校の攻撃、東海第三高校のマンツーマンがなかなか切り崩せない。松本第一高校、右から左に攻めます。金色のユニフォーム守る東海第三高校。シュフェイク、お、これはナイスシュート。あー、足、あ、これわずかに外れたか。これいいフェイクでしたね、今のはね。そうですね、はい、いいターン。さあここで東海第3ボールになりますが、ややパスコースを読まれていたが、さあ外から打つのが中に持ち込む。ここはインターセプト、逆サイド、逆サイド走って、逆サイド空いているぞ。自ら持ち込んできたが、背番号4番の酒井、ミスマッチ、ミスマッチなんですけども、ナイシュ。ここは松本としてもいい攻めでしたね。そうですね、73対31です。第3ピリオド、まもなく残り3分になります。ここまでは42点をリードしている東海第三高校男子決勝戦。東海第三の攻め、さあここで松本第一高校がカットしました。インターセプト、ターンオーバー。さあどういう攻めを見せるのか。嫌なディフェンスだな。嫌なディフェンス、具体的にはどんな点なんでしょうか。やっぱりあれは、はい、もう抜かれてもいいから、はい、とにかく詰めてくるというディフェンスなんですよ。なるほど、だからもう詰めてくるから、こっちは選択をするしかないんですよ。はいはいはい。じゃあそのあれ、かなりこうプレッシャーも強いということなんですね。自分で選択するんじゃなくて、なんか選ばされてるような、はい、ドライブをさせられてるような、そんな感覚に陥るんですよね、東海のディフェンスは。東海第三高校徹底したマンツーマンディフェンス。さあフリーの選手、16番のプレイヤ ー、 いやー、いいですね、完全にフリーでした。背番号16番の関口のスリーポイント、76対31。さあ素早い攻めから松本第一、自ら持ち込んだ6番の熊谷、これは決めてきました。76対33、その差は43点。第3ピリオド、まもなく残り2分、東海第三高校の攻撃です。さあボールを中に入れてきます。松本第一も同じくマンツーマンディフェンス。ここで外からのシュートは落ちてきました。リバウンドは松本第一高校、自ら持ち込んで、リバウンドは松本。さあここは攻撃のリズムをきちっと作っていきたいですね。そうですね、一回、ああ周りがちょっと見えてないですね。フリーの選手もいるだけに、そうですね、なんかこうパスコースを乱したいところではありましたね、うん、アウトオブバーンズです。松本第一ボール、3人寄ってましたからね。さあボールが入ります。さあここで一応外に出すが、ここで東海がインターセプト、素早い攻めだ。切り返しが本当に早いんですよね、東海の選手は。そうですね、松本陣のディフェンスが戻る前にもうすでにコート内には東海白のユニフォーム。さあここはチャンスです。ここはインターセプトからのレイアップシュート、ナイシュ。背番号5番栗畑選手のレイアップが決まりました。2点を返した松本第一高校、76対35。第3ピリオド、まもなく残り1分。さあ3ポイント、これは落ちた東海。リバウンドはやはり東海。さあ19番の飯島の、いやーシュート決めますね。いやーここはですね、攻守の交代が早くなっています。松本第一高校7番の赤羽のシュートの、赤羽選手のシュートが決まりました。78対37です。東海大学第3高校の攻めが続いています。ここでパスカットです。いいディフェンスです。今これパスコースうまく入っていましたね。そうですね、はい、中へ切り込もうかとドライブ気のパスだったんですけども、松本第一高校のプレイヤーがパスコースを読んでおりました。いやーすごい選手層だな。ここでまたガラッと変わりました。これ5人全部変わりましたか。そうですね、これは選手層の厚さを感じます。東海第三高校第三ピリオド途中、ここでもう全員の入れ替えというのは何かこう入りの先生の意図があるんでしょうか。いやもう、はい、おそらく点差も開いているので、はい、もうすべての選手を使い切るじゃないですけど、経験させる、なるほど、ということなんだと思いますね。なるほど。そしてですね、この東海第三高校を見てますと、コートの5人と、そしてこのベンチのすべてのプレイヤーが何かこう一つの動きをしていますよね。そうですね、それなりに実力の差はあるかもしれないんですけど、はい、もうチーム全体が一つのテーマで走ってるので、はい、多分やってる相手は弱くなったとかそういう感覚ではないんでしょうね、うん、またフレッシュなやつらが出てきたと。ああなるほどなるほど、もう一つのチームが出てきたっていう、そういう感覚なんじゃないですかね、はい、さあここで決めてきました。3ポイント、ついに80点の大台に乗っています。81対37、リードは44点。さあ第3ピリオド残り40秒、ここはゴールした強い
攻めを見せました松本大地高校。ちょっと選手が倒れてます。背番号7番の赤羽選手がゴール下で倒れておりますが、起き上がれたようです。大丈夫ですね。やはりこのバスケットもですね、非常にこの激しい当たりもありますからね。はい、そうですね。当たりが本当に今もう全国では必要ですからね、はい、そうですね。まあ、現在こう長野県のバスケットボールというのも徐々にこうレベルは上がってきているものの、なかなかこう全国レベルとはまだ差は感じますか。いやでもやはり東海大さんが引き上げてくれてるというか、まあ、参考がベスト16に入ったり8に入ったりと、まあ、日本一まではそのまだ分からないですけど、全然狙える位置には来てるんじゃないかなと思いますけどね。現在こう長野県のバスケットを見ていきますと、東海第三を中心に非常にですね、東北中南市拮抗した戦いがついていますよね。確実に長野のバスケは変わってきてると思いますね。なるほど。こういったの県高校新人バスケからもまたこう次世代のプレイヤーの誕生を期待したいですよね。そうですね。ここで、まあ、悔しい思いした選手が将来プロになりたいとか、はい、そういうの出てくると嬉しいですよね。さあ第3ピリオドです。残り15秒81対41、リードは40点、東海大三高校。さあ松本大地高校、最後の攻めになるか。自身のコートでボールを回しております。さあここはなんとか最後のプレー得点で終わりたい松本大地高校。さあドライブ気に切り込んで一度外に出すスリーポイント、どうだ、これ落ちた。リバウンドは松本だが、ここでアウトボバーンズ。ここで第3ピリオドが終わります。県高校新人バスケットボール長野県大会男子決勝、東海第三高校対松本大地高校は第3ピリオドまで終了し81対41で東海第三高校が40点をリードしております。さあ放送席、今日の解説は浅間中学校から佐久長聖高校、自身も国体プレーヤー、そして県のベスト5にも選ばれております。現在は東京で俳優としても活躍、古越健人さんです。さあ古越さん、あと10分となりましたけれども、はい、やはりこう松本第一高校、まあ、残り10分、はい、ちょっとこうリードこそ、まあ、広がってきてはいるんですけども、はい、どんなプレーが重要になってきますか。いや、はい、東海大さんは全国区のチームなので、はい、そのチームが手を抜かずにやってきてくれるっていうのはすごい貴重な経験になると思うので、はいはい、これはもう思う存分楽しんでほしいですよね。松本第一には本当に。そしてですね、このスコアを振り返っていきますと、はい、第一ピリオドが30対7、そして第二ピリオドが29対13と、まあ、東海が大きくリードしてはいるんですけども、はい、第三ピリオドだけに見ますとですね、はい、22対21、あ、まあ、ほぼ互角の戦いなんですね。そうですね、はい、ここまでゲームスコアが81対41というスコアなんですけども、はい、まあ、第3ピリオドに限っては、まあ、非常にこう拮抗した戦いになっている。徐々に松本も流れを掴みつつあると見てもよろしいでしょうか。そうですね、はい、もう当たりに慣れてきて、やっと自分たちの走る、はい、こうオフェンシブなスタイルができているようになってるんじゃないですかね、はい、やはりこう松本大地としてはこうどん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 素早いターンオーバーから、とにかくこう相手の先々を行く攻撃というのがスピーディーな展開というのも大切になってきますよね。そうですね、ただでさえ相手はあの戻りが早かったりするので、はい、しっかり守られる前に崩していけたらいいですよね、はい、さあ第4ピリオドも始まります。さあ今日のこの放送もですね、桜井らからもラジオネーム GG 大工さんなどたくさんのこうメッセージもいただきました。ありがとうございます。バスケットファンの皆さんに、そして県高校スポーツファンの皆さんにお届けしています FM 桜井らスポーツスペシャル第64回長野県高校新人バスケットボール大会男子決勝戦です。長野運動公園総合体育館から熱戦の模様を解説古越健人さん、実況 FM 桜井ら前島でお送りしています。男子決勝いよいよ最終ピリオド第4ピリオドに入りました。ここまでは81対41、東海大三高校、2連覇のかかる東海大三高校が40点をリードしております。左から右に攻めるのが白のユニフォーム東海大三高校、対する松本第一高校は右から左へ金色ゴールドのユニフォームです。中心地区第一代表の松本第一高校、対する南新地区第一代表の東海大三高校。うわー、すごい能力ありますね。そうですね、これも第4ピリオド始まったばかりなんですけども、非常にトリッキーなプレーも続いております。さあ両チームともに得点を重ね、現在は83対43、そしてバスケットカウントでしょうか、松本第一高校にフリースローが与えられます。ワンスロー決めてきました。ああ、これ立ち上がりなかなか松本第一いいんじゃないですか。そうですね、はい、もうこのクォーターはせめて勝ちたいですね。うん、そうですね、第4クォーターこれ以上見せてもらいたいですね、はい、しかし王者の東海第三も譲れない、すかさず2ポイントで返してきました。
点差変わらず85対44、その差は41点、まもなく開始から1分が経ちます。第4ピリオド、さあここも東海は厳しいプレッシャー、そして速い攻め、ターンオーバーからアウトバーンズ、とにかく走りますね。そうですね、このバスケットボールと言いますと縦が28メートル、横が15メートルのコート、そしてあのゴールは3メートル5センチのところにあるわけなんですけども、非常にこの両チームの選手が縦横無尽に動き回ってますよね。はい、本当に体力がそこをつかないのかってぐらい動いてますからね。ですよね、いくら高校生といえどもね、やはり疲労はありますよね。すごい、ここで決めてきました。スリーポイントは東海第3、88対44、次のダブルスコアになってしまいましたね。あーいいブロック。10番須崎、東海第三高校192センチのプレイヤー須崎のシュートブロック、いやこれスカイプレイ、スカイプレイが出ましたね。今空中上のプレー、はい、ゴール付近にパスを出し、そして空中上でタップ気味のシュート、いやこれ東海第三高校はなんかいろんなプレースタイル持ってますね。いやすごいですね、はい、余裕がありますからね。さあしかし松本第一高校としても粘りを見せてもらいたい。中心地区第一代表としてなんとかこの自分たちのバスケットボール第3ピリオドで見せた自分たちのバスケを取り戻してもらいたい。インターセプトは東海第3高校、自ら持ち込む背番号19番のプレイヤーは加藤選手、外したがドライブ気味のシュートも外して、そしてリバウンドが背番号17番、小山のリバウンド、前さあ前を向いて、これは素早い攻め、ファーストブレイク、これはナイスシュート。背番号8番松本第一高校の藤田が2点を返していきました。94対46です。男子決勝戦東海第三高校対松本第一高校、さあフリーにしてしまった東海第三、リバウンドは須崎、東海第三10番須崎が頑張っている、ここでファール、さあフリースローは東海第三高校です。背番号10番の須崎選手、ツースローが与えられます。まず1本目決めてきました。95点目、第4ピリオドまもなく開始から3分、フリースロー東海大三、背番号10番の須崎ツースロー、2本目決めてきました。確実に決めてきました東海大三。さあこれロングパス、まあ、先ほどからこういったのロングパスが目立つようになっている松本第一高校ですね。走る意識はできてきてますね、はい、東海第三のディフェンス陣がしっかりとこの確立される前にやはりこう早め早めの攻撃ということでしょうか。そうですね、はい、まあ、でもせっかくなら東海第三のちゃんとしたディフェンスにこう立ち向かってる姿勢を見たいですけどね。そうですね、やはりこの新人戦であるだけに、はい、ここでいろんなこのプレーを経験し、来年のこのインターハイ、はい、あるいはですねこのウィンターカップ予選と備えていきたいですよね。そうですね、多分監督コーチ陣もそういう気持ちでやってると思うんで、はい、選手たちもねぜひチャレンジしてほしいですよね。東海第三高校は昨年に続いて連覇がかかっております。対する松本第一高校は一昨年62回大会では3位に入っている県高校新人体育大会、ともに高校新人バスケとして、そして長野県内の男子バスケとして県内強豪としても名が知られております。おーうまい、あここはレイアップ気味に決めてきました。体を半回転させて決めたのは背番号8番松本大志高校の藤田、2点を返しております。対する東海第三高校10番須崎、角度のないところから放ったシュートだったんですがこれは外しました。さあ速い攻め、これはいいパスですね、グラウンダーのいいパスが通った松本大志高校、しかし リバウンドは東海、あいいディフェンス、背番号4番酒井、酒井のディフェンスが目立ちます。さあそして東海第三高校外から3、ここは気持ちよく打たれちゃう、あーこれ完全にフリーでした ね、 ね、完全にフリーを作ってしまった松本第一高校、スリーポイント決まってついに99点、99点、100点まで残り1点となりました。残り時間が6分、まもなく6分です。これ来たまた変えてきますよ、ここで、お5人出てきましたよまた、はい、再びここで総入れ替えですね。東海第三高校選手層の厚さを感じます。そして戻ってきたプレイヤーにイリノヘッドコーチからなんか非常に厳しい口調で今指示が出ていましたね。そうですね、納得がいかない部分がいかないでしょうね多かったんでしょうね、はい、さあ再び東海第三の速い攻め、ゴール下背番号13番のプレイヤーは丹下選手、元気ですね。そうですね、これすかさずベンチからコートに入ってきてこれだけ動けるもんなんですね。そうですよね、はい、やはりそのあたりベンチもコートも一体感がある東海大さんでもありますね。さあ松本第一の攻めが続きます。激しいボールの奪い合い、いやもう最後の最後までボールを諦めない両チーム、
いや東海大さんディフェンスがすごいプレッシャーかけてきますね、はい、そうですね、なんか一層とこのプレッシャーが強まってますよね、はいはい、残り間もなく5分となります。ついに抜けた大台に乗りました東海大三高校、101対48です。リバウンドは東海、さあ変わったばかりの背番号12番のプレイヤー柳沢選手が持ち込みます。さあ一度柳沢に戻す、ゴール正面からこれ振りになったと2ポイント、これは落とした、再びリバウンド東海、さあボールを回しています。背番号20番途中から入った園原選手、自ら持ち込んで体を入れ替えて、あー惜しい、これはゴールを落としました。リバウンドは松本第一高校です。さあもうすでにこの時点で東海第三高校ディフェンスがしっかりとポジションに入っていますからね、はい、このスピード、はい、いやこのターンオーバー早かった、これは早い攻めだった。背番号12番柳さんが決めてきました、2ポイント、103対48、残り時間はまもなく4分、男子決勝戦第4ピリオドです。南新地区第一代表の東海第三、対するのは中心地区第一代表の松本第一高校、ここまでは101対48、ややリードが開いているゲームになってしまいましたけども、やはりこの最後の最後まで両チームの諦めないプレーを見たいところ。あ、1人変えてきました、変えてきましたね、再び変えてきました。背番号21番のプレイヤー佐伯選手が入ってきました東海第三高校、18番の選手に代わり背番号21番の佐伯選手が入ってきました。これほぼ全選手を使ったんじゃないですかね。そうですね、おそらく全員出場してるでしょうね、はい、さあ松本大地の攻めが続きます。逃げない、外から中を見て、そして中に切り込んでくる、ゴール下ボール落ちたが、リバウンドは再び松本大地、再び外へ出す、2ポイント、外からの2ポイント、これも落ちた、リバウンドは松本、サイド攻撃を組み立てます。一度センターサークルまでボールを戻した松本大地高校、ルックアップして自ら持ち込んできた、そしてゴール下の背番号10番のプレイヤー伊藤にボールを出して、これはナイスシュート、2ポイント、この後のディフェンスですよ、はい、ここはしっかりと守りたい。ファーストブレイク早い攻めからの東海第三だったんですが、ここは松本第一高校もしっかりと守ってきました。アウトバーンズです、ボールがコートの外に出ます。東海第三高校のプレー再開、さあボールが入ってきます。さあショットクロックまで残り18秒、さあここでターンオーバー、松本第一高校の攻めに変わります。これは早い攻めだった、ゴール下素早い攻めからゴール下、背番号4番の酒井が決めてきました松本大地高校。しかし東海の攻撃も早い、この時間になってかなり攻撃が変わってきます。ターンオーバーが早い、さあ放送席の目の前でのボールの奪い合い、ここで東海に出ました。パスカットは松本大地高校、素早い攻めから左を見て、そしてフリーのプレイヤーが2ポイント、ゴールをわずかにゴールから外れました。さあ残り時間が残り3分ほどになってきました。男子決勝戦東海第三高校対松本第一高校です。ここまでは105対52、東海第三高校が大きくリード。そこで松本第一高校背番号7番のプレイヤー赤羽選手が2ポイント返してきます。ゴール下残り3分、ここは松本第一としても自分たちのプレーを最後の最後まで貫き通したい、ね、はい、東海に好き勝手させないディフェンスをしたいですね。そうですね、やはりこの次につながるゲームというのも重要になってきますよね、はい、苦手意識をいかにこう残さないようにするか、そして相手チームにこう嫌な印象を与えて終われるか、この辺も重要ですよね。そうですね、自分のやれることを最後までやってほしいですね。松本第一高校の攻撃が続いております。ゴールの外、スリーポイントラインの外側でパスを回している、あ、シュート、さあここでゴール正面あたりからのシュートでしたが、これは2ポイント、ゴール外れました。早い攻めだ東海第三、ゴール下18番の選手がフリーになっている、おっと2度3度、おお、これは外れた、外れた、自らリバウンドを取ってのプレーだったんですけど、これはゴール落としました。松本第一高校ファーストブレイク、これはうまく決めてきた、背番号7番の赤羽選手のドライブシュート、レイアップシュート、さあ2点を返してきました、107対56、残り時間は間もなく2分、男子決勝戦東海第三高校対松本第一高校の試合です。早い早い東海の攻め、取られたら取り返す、これが王者のバスケットなのか。足が止まらないですね。そうですね、残り時間2分となったんですけども、非常に東海第三はこのコート内走れてますよね。走り回ってますね、まあ、きっとね疲れもあることでしょうが、やはりこの最後の最後まで自分たちの走るバスケット、
非常にこうスピーディーなバスケットが目立ちますよね。追い込んでるんでしょうね。普段の練習がなかなかこう本番で出せないチームが多いんですけど、はい、東海は本当にブレないですね。例えばですね、古越選手、今このご自身がコートに立っていたら、この松本第一高校の今この円陣組まれておりますけども、はい、どんな指示出しますか、チームメイトに。まあ、僕自身もあんな強いディフェンスをやられたら、はい、きっとああいう感じのテンションになっちゃうんですけど、まあ、どうしても新チームだからという言い訳にはしたくないですよね。そうですね、同じ高校生で。まだ残り時間は2分ありますからね、はいはい、この2分でいかにこう自分たちが積み重ねてきた練習の成果を出すことができるか、はい、また次につながるバスケットボールができるか。そうですね、はい、次につながることが多いと思うので、はい、必ずこう何か得て変えてほしいなと思いますね。県高校新人バスケットボール大会男子決勝、東海第三高校対松本第一高校第4ピリオド、まもなく残り時間は2分です。ここまでゲームは109対56、東海第三高校がリードしています。さあ松本第一ボールです。早い攻めからゴール下へ、しかしここでインターセプト、パスカットしたのは東海第三高校。セバルーファームプレイヤー柳沢選手が自ら持ち込んでのレイアップシュート。いやー、これ東海第三はここのプレイヤーレベル高いですね。ベンチがすごい一体感で、そうですね、本当ね、どのプレイヤーもベンチに座っている選手も一つ一つのプレーに対して本当にこう、ね、集中してますよね。ちゃんといいプレーには賞賛を送るっていう、はい、すごいやりがいがありますよね。松本第一ボールです。さあゴール下、厳しい体勢からのシュートですが、これはホイッスル、やっぱ線が細く見えちゃうな。あ、松本の選手ですか。そうですね、能力はすごい高いんですけどね。あ、なるほど、やはりこの東海の選手はこう身体能力の高さというのも感じますよね、はい。さあここでフリースローです。松本第一高校シュートアクションに入っていました。シュートアクションに入ったファールは2スローが与えられます。背番号4番酒井選手の2スロー、まず1本目決めてきました。111対57、残り時間は1分30秒。松本第一高校2スロー、2本目、4番の酒井、ゴールを見つめて2本目、これは落とした。東海ボール、リバウンドは東海。さあ早い攻めから持ち込みます。いや早い早い早い、東海ブロッキングですね。ブロッキングファール、はい、ファールは松本第一高校です。相手をこう無理な体勢でこう止めてしまうような場合はブロッキングファール。そうですね、はい、相手のコースに入れればいいんですけど、はい、中途半端にこう体を入れるとブロッキングファールですね、はい、チャンス。さあここでインターセプター松本第一高校です。オーバックパスから、これはトリッキーなプレー、ナイス。4番の酒井のレイアップシュート、自ら持ち込んできました。2点を返しました。111対59です。残り時間は1分まもなく10秒。ナイスプレッシャー、ナイスプレッシャー。おー、これはいいディフェンスを見せます。しかしこのゴール下フリーの選手を作ってしまった。素早いパスは、ナイスルーズ、いいルーズですね。東海第三高校、そして松本第一高校ともに最後の最後までボールは絶対離さない、絶対マイボールを作る、そんなですね強い意識が感じられます。さあここでボールは松本ボールですね。松本ボールからのゲームリスタート、残り1分、113対59。ここまでは東海第三高校が大きくリードしております。残り1分、どんなプレーを見せるか松本第一高校。さあプレーが始まります。一度フェイクを入れてのパスワーク、本当に最後までオールコートで当たってきてくれるなんてすごいですね。さあ素早い攻めからのレイアップシュート、これはゴールわずかに弾いた。アッファー、さあ松本大地も体を張った厳しいディフェンス、外からのショット、これも弾いたがリバウンドは東海、リバウンド東海、ゴール下強いぞ東海、強い強い東海。背番号18番の選手のリバウンド、残り時間は間もなく30秒。さあここでルーズボール、松本外からの2ポイント決めてきた。7番の赤羽、115対61、あ、よく見てる。長いパスが通って東海ゴール下、速い攻め、速いパスワークからのゴール下、この辺りは非常に東海の攻めも、背番号18番、そして松本第一高校残り時間が間もなく20秒。ここは松本第一なんとか最後は得点で終わりたい。しかしながらなかなかインサイドには引き込めない松本第一高校、外からの2、これは決めてきました。117対63、速いパスワーク、そしてドライブ飛んできた。東海も松本も残り10秒、素晴らしい攻めを見せております。さあ間もなくゲームが終わります。3秒2秒、3人がかりですね。1秒、ここでホイッスルです。
八尾まず解説の古越さんからも拍手が送られました。県高校新人バスケットボール大会男子決勝、東海第三高校対松本第一高校は119対63で東海第三高校が勝ちました。第64回県高校新人バスケットボール男子王者は去年に続いて東海第三高校となりました。古越さん、このゲームを振り返って一言お願いします。はい、いやもう東海第三の強さですよね。これはもう完全にもう認めざるを得ないですよ。やはりあの王者東海の底力といったところでしょうか。はい、そして松本第一高校に対しても何か一言お願いします。はいはい、松本第一高校はあの本当に今日感じたことはとても大切なこう自分たちにとってプラスになることばかりだったと思うので、はい、改善するところが見つかったと思うのでこれから頑張ってほしいですね。そうですね、はい、あくまでもこれは新人戦ですからね、はい、これでまたあの一冬を越えて、はい、来年春のインターハイ予選、まあ、引いてはこのウィンターカップ予選といろんな大きな大会も続いていく、まあ、なんとかこう全ての高校において、はい、県高校新人バスケ高校バスケのさらなるレベルアップ期待したいですね。そうですね、はい。さあこの時間は FM 桜平スポーツスペシャル第64回長野県高校新人バスケットボール大会男女ともに決勝戦の模様をお伝えしてきました。まず女子決勝戦は東海第三高校が岩丸田高校に75対67とこう接戦だったんですけども、東海第三高校が5連覇を達成しています。しかし岩丸田の女子バスケ班も素晴らしい試合を見せました。そしてお伝えしたように男子の決勝戦は東海第三高校が松本第一高校に圧勝しました。100点ゲームとなった試合だったんですけども、そろそろ放送時間も残りわずかとなってきましたけども、まあ、今大会振り返って、はい、そしてこの決勝を振り返って何かこう高校のバスケ界に対して古越さんからメッセージありましたらお願いいたします。はい、本当に久しぶりにこういうふうに高校生の試合をちゃんと見たんですけど、はい、確実に僕の代よりも上手い選手が多いなあという感じましたね。はい、あとすごい観客の数も新人戦にもかかわらず本当に満員なんですよ。そうです、立ち見のお客さんもいましたからね。はいはい、それほどやっぱりバスケットボールは魅力的なスポーツだなと思うし、はい、長野県のバスケットはまだまだ良くなるんじゃないかなっていうすごい嬉しい気持ちになりましたね。はい、そしてこの今日の解説古越健人さんですけども、まあ、ご自身も浅間中学校から佐久長聖高校バスケットボールプレイヤーとして活躍されました。はい、現在このバスケの魅力を俳優としてステージでこのミュージカルという形で今全国に普及しているファブファイブザミュージカル、はい、ファブファイブザミュージカル、今月は佐久市コスモホールでの公演もありましたけども、はい、改めてですねこの古越さんからもこの放送機の皆さんに、はい、このバスケットの素晴らしさ最後にお願いします。はい、僕が今出演しているファブファイブザミュージカルというミュージカル、はい、僕の地元出身長野の佐久市でやらせていただいたんですけど、はい、バスケットの魅力を本当に再確認しました。オリンピックが2020年にあって、はい、今バスケットボールがちょっと今統合問題とかでいろいろありますけど、こういうふうにこう見たらやっぱりバスケットってすごい素敵だし、いろんな人を魅了できる、子供が将来こうオリンピックに出たいっていう選手に育ってほしいので、僕は俳優としてこうプレーではできない部分でこうバスケの魅力を伝えて、ぜひこう素敵な2020年のオリンピックを迎えられたらいいなと思います。そうですね、はい、やはり今回の高校生たちのプレーを見ていますと、非常にこう長野県のバスケットボールも可能性を感じましたよね。はい、もう本当に素敵な、はい、あの才能を持った子たちばっかりだと思いますので、はい、古越さんも一層の活躍、今度はこのステージの上で舞台での活躍、はい、応援しています。彼らに負けないように僕も頑張りたいと思います。はい、お伝えしたように第64回県高校新人バスケットボール大会男子そして女子ともに優勝は東海大学第三高校でした。また佐久地域ですと岩村田高校の女子バスケットボール班が見事準優勝を遂げています。佐久地域のこの眼光以外のこのバスケットボールもですね、ぜひこれからもですねますますの活躍期待したいと思います。 FM 佐久平スポーツスペシャル、この時間は長野運動公園総合体育館から県高校新人バスケットボール大会の模様をお伝えしてきました。今日の放送席解説はご自身も浅間中そして佐久長聖でバスケットボールプレイヤーとして活躍、現在は俳優として都内でも活躍しております古越健人さん、実況は FM 佐久平前島でお送りしてまいりました。現在体育館の中では表彰式が行われております。東海大学第三高校男女ともにペア優勝となりました。そして岩村田高校女子バスケットボール班が見事準優勝を遂げています。さらなる両チームの活躍、そして全てのバスケットボールプレイヤーのこれからの可能性を信じて
そろそろ長野運動公園総合体育館からお別れしたいと思います。やるこさん、今日はですね、本当長い時間にわたってありがとうございました。本当に楽しかったです。ありがとうございます。バスケットボール、素晴らしいスポーツだと思います。非常に強い可能性を感じました。また皆さんとお会いしたいと思います。
チャレンジということを頂戴してあります。